やれやれだぜ。じゃあプッチンプ行こうか。あ、だっせ。はい、行きまーす。プッチンプなんだけど、さっき一回やってみたのよ。で、反射呼んでいっちゃって、全然ダメージ稼げなかったわけね。つうわけで、まあまあまあ、じゃあ貫通でいこうかなって。で、多分強いのはクレパと普通に3体。クレパと3体編成して1体この辺の侍とか入れてあげれば、多分楽勝でいけんじゃねえかなと思うんだけど、まあね、なんとなくいろいろ使いたかったんで、今回こんな感じの編成でやっていきます。で、加速雑魚に触ると弱点強化か。だから弱点強化してあげてから殴りましょうね系のクエストですね。たださっきね、サンダルコンも連れてきたんだけど、友情がね、ボリボリ入ってたから、まあ普通に友情コンボご両親の編成でもいけなくはないと思う。ただ多分、まあ、クエスト的には貫通だろうね。でも、ジョータロが多分一番強いと思ったけど、そんなことなさそうだね。まあ、SS は多分、ね、めっちゃ入るだろうけど。はい、ステージ突破。で、今回のクエストが、基本的に周回周回クエストになるんで、こう、一回クリアしたら OK とかじゃないから。だから、ね、そこら辺の金がちょっとわかんないけども、どうなんだろうね。はい、行こうか、じゃあ。ジョータロ先生。で、ここね、あれが出てくる。あれだよ、あれ。混乱。混乱だから、状態上回復とか持ってる子がいたらいいかもねって思うんだけど、まあ、回復でいけると思うんだよね。で、そしたら、まあ、弱点効果をアップさせ、あなたがヒヨコ？あ、違うか。ヒヨコじゃねえや。混乱と思ったら、クレパとか混乱ね。そうだ、普通に、てか、松強いな。ちょっと待って、お前思ったより優秀だぞ。しかも、弱点出しだから火力になるし、ダッシュ持ってて動けるし。そうだね、クレパトと松でいいんじゃねえかなって思っちゃうんだよね、正直。まあそれだとね、あまりにもゴリゴリだったんで、今回は丈太郎さんと最近ちょっとお気に入りのジャック・ダ・リッパー連れてきたけど、多分いらないと思う。うんだね。そう、俺ね、本当は丈太郎3体とかでやりたかったんだけど、そもそもね、丈太郎も何も俺ガチャゲンゼロだから。ジョジョ、あ、星4はいるよ。星4はいるんだけど、いないんだよね、他に。当たんなかった。まあ、10連しか引いてないのよ。私ね、エビ天娘に全部使っちゃったの。エビ天娘かわいい、絶対当てたい、俺絶対後悔しないからって引いたんだけど、ちょっと後悔したよね。ちょっとね、本当にちょっと。SS 溜まってるね。溜まってるけど、まあまあ、今撃つ必要ないから、とりあえず混乱解除して暴れ回れていいんじゃないかな。魔法陣はね、そんな気にせずに行こうとも、こんだけ数あるから。下手にね、なんかこう狙って、全然削れませんでしたよりだったら、適当に引っ張って、友情コンボ出して、ゴリゴリ削った方が強いっしょ。うーわー、ロックかかるんだ。あ、それは貫通のがよりいいわ。ここで解除しないと止まっちゃうもんね。解除から動く。だから初手雑に動いたけど、アビロか。紋章つければ超楽勝になりそうだけどね。この感じだと。うん、紋章ありきクエストのとまで言わないけど、かなり紋章でね、これ楽になるクエストだね。混乱はしょうがないにしても、このアビロはでかいからね、やられると。こんなところを誰かに見られてもしたら、非常にリスクを背負うことになるが、こうするしかない。かっこいい。かっこいい、プッチンプ。しかも、プッチン、パワードライブ持ってっかんね。なんでそこまでつけたって思うけど。まあ、多分、いろんな理由があるんだろうけどね。いろんな理由はないか。プッチだったらこんぐらいつけるべきぐらいで。うわ、普通に待って殴った方が強い、これ。何にも考えなくていいや。あの、クレパとマジ強え。こうね、毒キラーもあるし、回復 M もあるしで、で、ギミック完全対応でしょ。神じゃん。触りに行きづらい。これ SS 打てばワンじゃん、ワンじゃん。俺あんまり知らないのよ。持ってないから。打ってみるか。一段階目だけど。やれやれだ。え、全然、ごめん。ごめんなさい。俺が悪い。すべて見よう。俺が悪い。弱点効果アップ忘れてた。そう、冷静にして考えるんで、俺今言われた気分だよ。そうだね。冷静になってれば、すぐ分かることだった、正解は。じゃあ、このままゴリゴリやっていこうか。リッパーは SS 超強いからな。これ使いたいんだよな、リッパーの SS は。互換で。ここはちょっと。確保して、はい、これ次 SS 打てるね。リッパーの SS は強いからね。普通に貫通変化として使ってバカ強いから。いかれてんぜ。
回復しがてら。あれだね、何も考えずにクレパと強化したやつで貫通で暴れてるのが一番強い気がする。あ、すごいアビロ、アビロしてきてるけどね、こんだけいい感じに状態上回復置いてくれてるからそんなでもいらないかもね。ただ楽に勝ちたいんだったら紋章強化してあげればすげえ楽になると思う。要は1手目仕方できるわけでしょ。ここも解除してから動きます。そうそうそう。じゃあラスゲサクっていっていきましょう。難易度は低いね。うん、低いとか言っちゃいけないけど刺してきつくはなかった。はい、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。で多分ね、リッパーちゃんでこんだけパーン HP 削れたから普通にね、ジョータローの SS1 段階目でもかなり持ってくと思う。だからジョータロー1体編成して高速周回するもよし、まあ普通に何だろう、クレパトで何も考えずに友情パカパカ出しながら毒巻いてドッキラーで楽しむ、それもよしって感じです。感想ね。じゃあバイバイ。あ、ちなみに私がこんだけちゃっちゃ動画上げた理由としては、知名度がねえやつはよ、ちゃっちゃと上げねえとよ、見てもらえねえんだよ。以上でした。バイバイ。